つまりサイレント期間で逃げ出しているといえども、ツインレイ男性はツインレイ女性のことを思っているということなんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日はツインレイが会えない期間の男女の感覚の違いについてお話ししていきたいと思います。皆さん、ツインレイに会えない期間があるのはご存知でしょうか？このツインレイの会えない期間はツインレイ同士に訪れる試練なんですね。今回はそんなツインレイの会えない期間の男女の感覚の違いについてお話ししていきたいと思います。そんなツインレイの物理的距離が離れる期間のことをサイレント期間と呼ぶんですね。ツインレイ男性とツインレイ女性の2人とも、またはどちらかの魂が未成熟な場合、魂が成長するためにサイレント期間が訪れます。そのため、そんなツインレイの2人が出会うと、また魂が一つに戻ろうとするんです。それが統合という現象になります。そもそも統合というのは愛の状態なんですね。統合イコール統一イコール愛になります。統合するとは、お互いに愛の状態になることを指します。だから統合は、お互いの魂が成熟して愛の状態でなければ成り立たないわけです。なので2人とも、もしくはどちらかの魂が未成熟な場合、その魂が成長するための時間が必要になってくるということなんですね。そしてそんなツインレイが会えないサイレント期間には、男女の感覚の違いがあります。ではまず、ツインレイ男性のサイレント期間の感覚についてお話ししていきますね。ツインレイが会えない期間の男性側の感覚5000になります。ツインレイ女性の皆さんがサイレント期間に感じていることと比べてみてください。まず1つ目は受信が喪失するになります。ツインレイ男性は、初め受信があったとしても、ツインレイ女性と付き合っていくうちに自分の力のなさが浮き彫りになってくるんです。そして受信がなくなってきたりするんですね。ツインレイ女性と出会うまで、自分には能力があると感じていたんですけど、まだ社会的には結果が出ず、その自信が揺らぐような感じです。ツインレイ女性に出会って、そんな虚構だった自分の価値に気づくような出来事がたくさん起こってくるんですね。そして自分で自分を責めて、やがてツインレイ女性から離れたくなるんです。サイレント期間中は、その自信喪失の自覚はさらに強まります。そして2つ目は、相手を思うがゆえに不甲斐ない自分の嫌さ加減が露呈するになります。ツインレイ男性がツインレイ女性の元から逃げ出したくなる気持ちは、嫌いになったわけではないケースがほとんどです。ツインレイと出会い、魂の絆を深め合っていく中で、徐々に2人はちょっとした感覚のズレとか違和感を感じ始めるようになるんです。一般的には、女性の方が男性より精神年齢が高いと言われてますよね。つまり、魂の成長にも差があるんです。だからツインレイ男性がランナーに多かったりします。まあ、ランナーって逃げる方ですね。まあ、逆のケースもありますけどね。なので、ツインレイ男性は自分よりもツインレイ女性の存在とか魂レベルが高いと感じて、自分には釣り合わないと思ってしまうんです。相手のことが好きだからこそ、自分の不甲斐なさを感じて、一緒にいると苦しいという思いが出てくるんですね。そんな葛藤が積もりに積もって爆発すると、それがサイレント期間の始まりになります。ですから、サイレント期間中のツインレイ男性は、自分自身の気持ちの葛藤と戦っているということなんです。そしてツインレイ男性は、そんなエゴを手放して、無条件の愛が充満した時に、またツインレイ女性の元に帰りたくなるということです。そして3つ目は、変化の葛藤が出てくるになります。ツインレイ男性は、表面的に変わりたいという思いが出てくるんです。ただ、無意識レベルでは別に変わらなくてもいいんじゃない、このような感じだったりするんですね。人って無意識レベルでは変化を恐れてたり、変わることを嫌っていますからね。無意識の領域では、そのままの状態でいようとするわけです。ただ、変わりたいと思う表面的な思考と、今のままでいいという無意識化の思考がぶつかり合います。変わらなくても生きていけるからです。すると、本人には葛藤が出てくるんですね。そして苦しみます。そこがスコーンと抜けると楽になるんですけどね。そして4つ目は、現状に不安を覚えるになります。それまでうまくいっていた2人なんですが、小さな意見の食い違いが起こったり、小さな感覚がずれてきたり、特に自信をなくしたツインレイ男性は、2人の関係が急に不安になり始めます。そして自ら少しずつ距離を取るようになるんですね。この段階になると、ツインレイ男性はツインレイであること自体から逃げ出したくなるんです。そして少しずつ距離を取ろうとしているところから、 LINE の返信が遅くなったり、電話に出なくなったり、会いたがらなくなるという行動が増えてきたりします。そのうちにサイレント期間に突入します。サイレント期間中も不安を感じ続けているんですね。そして5つ目は、ツインレイ女性の愛を怖がるになります。ツインレイ男性はツインレイ女性の愛を怖く感じる時があるんです。それは、ツインレイ女性の大きな愛に応えることができないかもしれないという怖さなんです。その女性を幸せにしたいと心から思っていたのに、できないかもしれないという思いが出てきているんですね。その悲しみや苦しみ、自分を責める気持ち、不甲斐なさなどが刻まれて、怖くて引き下がってしまうということです。つまり、サイレント期間で逃げ出しているといえども、ツインレイ男性はツインレイ女性のことを思っているということなんです。思っているからこそ、幸せにしてあげることができなくて、怖くなって逃げ出してしまうということなんですね。まあ、ツインレイであろうがなかろうが、男性自体にそういう気持ちはありますけどね。
ただツインレイ男性の場合はツインレイ女性との出会いを果たすと、今までの恋愛とは比べ物にならないほど強い気持ちが芽生えます。それゆえ自分自身の気持ちが大きすぎて愛情のコントロールができず自分を見失ってしまうということなんですね。そのため思っていないようなことを口走ったり天の弱な態度を取ったり、このような行動に出てしまうということなんですね。その典型がサイレント期間になります。本当はただただ彼女を幸せにして愛してあげて自分も幸せになりたいだけなんですけど、ですがその思いが歪んでしまってそれと同時に恐れを感じるということなんです。以上がツインレイが会えない期間の男性側の感覚5000になります。いかがでしょうか。ただ彼自身はここまで自覚していないかもしれません。本心って自分にも意外にわからないものなんです。寂しいとか悲しいとかという本心があったとしても表面に出てくる気持ちは怒りだったりしますからね。別のものに変化してそれが相手に伝わったりするんです。本心って割と自覚できないものなんですよ。つまりサイレント前やサイレント期間中に男性が口にする言葉や行動は表面だけ読み取っていても、それはツインレイ男性の本心ではなかったりするんです。悲しみが怒りで表現されるように別の形で表現されているだけなんですね。そのためツインレイ女性はその本心に気づいてあげることが大切なんです。つまりツインレイ男性本人は意外に自分自身の本心に気づいていないということなんですね。だからこそツインレイ男性の表面的な言葉に振り回されないようにすること、これはとても大切なことですね。ツインレイが会えない期間の男性側の感覚5000をまとめます。まず1つ目です。1つ目は自信が喪失する。そして2つ目は相手を思うがゆえ不甲斐ない自分の嫌さが露呈する。そして3つ目が変化への葛藤が出ている。そして4つ目が現状に不安を覚えている。そして5つ目がツインレイ女性の愛を怖がっているになります。そしてもう2つ大切なことがあります。ツインレイ男性本人は意外に自分自身の本心に気づいていないことを知ること、そして2つ目がツインレイ男性の表面的な言葉に振り回されないようにすることになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますのでぜひご登録ください。 LINE の方をご登録いただきますと理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。